子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。私普段部屋で音楽聴くときはほとんどアナログレコードでの再生を楽しんでるんですが、時々ほんの少しなんですがデータ音源も購入してまして、でそういうデータ音源をここのメインシステムで再生させる際の接続は、まずパソコンからレーンの DAC に入って、そこからプリアンプ、または、簡単に済ませる場合はパソコンのイヤホンジャックから直接RCA に変換するケーブルを使って、それで取り出してプリアンプへ接続、そんな感じなんですが、いずれにしても毎回プリアンプのね背面に手を伸ばして、またはこう動かしてケーブル接続する必要があるんですよ。これまあまあめんどくさいんですよね。かといってケーブル差しっぱなししておいて表にこう立ち上げておくのも、ケーブルからノイズ拾っちゃいますし、これねインプットセレクターでラインケーブル差してるところは、チューナーなんですが、チューナーじゃないチャンネルにしててもノイズ拾っちゃうんですよね。これはね実験したんですが、ボリュームを無音状態で2時とか3時まで目いっぱい上げるとね分かるんですよ。抜くとノイズなくなるんですよ。差しっぱなしだとノイズしてるんですよね。でこれをね解決したいというか、なんかいい方法ないかなと模索してたところ、これ見つけたんですよね。 Bluetooth でパソコンの音源を聞ける DAC というかレシーバーですね。 Hi-Fi オーディオ全ブルー入れぞ Bluetooth DAC 中古なんですけどね、 Amazon で購入しました。2万5千円しないくらいだったと思います。説明書きですね。これもなんかイメージみたいなカードみたいなと製品保証書、日本の代理店のやつですね。あとこれは中古で売ってくれたところのカードです。結構重いっすね、こんな感じ。金属の側でちょっと重さがある感じですね。こっちの箱にはラインケーブル電源アダプター、あとはこれは Bluetooth のアンテナでしょうね。こうかな、こんな感じ、こんな感じです。奥に見えるやつなんですが、その形式だとか、なんて言うんだろう、コーデックっていうんですかね、そこら辺は私全く詳しくないんですが、ちょっとメーカーの方に記載あったやつ載っけときますんで読んでみてください。あとこれの弟分なのか前のモデルなのかちょっと詳しくないんですが、もう一台あるんですよね、全エアーブルーってやつ。これはね1万8000円くらいであるんですが、どっちにしようか迷ったんですよ。それでメーカーに問い合わせたところ、もちろんその1万8000円の方、エアーの方も高音質なんだけども、こちらの方がよりパーツの品質もなんかいいっていうことで、音質的にも優位だということだったんで、こっちを今回選びました。そもそもちょい行き用なんでね、新品っていうよりも中古のものを Amazon から購入しました今回で。こちらの方マッキントッシュの C29 のライン入力、チューナーの部分に入力接続しまして、実際に音出ししましたところ、
まあ、体感だと有線接続とそんなに遜色ない印象で音を聞くことができました。まあ、実際には、まあ、比べるとね、おそらく無線なんで劣化してないわけはないと思うんですが、体感だと正直全く気になりませんでした。特に気になるノイズもありませんでしたし、とても静かですしね。というわけで今回は有線と無線と聞き比べするまでもないかなと思って、空気録音の方はね、省略いたします。ただ一つだけこれ言っとかないといけないのが、パソコンを置いてる位置関係にもよるんですが、このレシーバーとパソコンの間にちょうど私がいつも座ってこう机で作業してるんですよね。でその私が妨害している可能性もあるんですが、一瞬音が途切れる時はあったんですよね。ほんの一瞬なんで、まあ音楽聴く上で引きずるほどではないんですが、一応、まあ、事実なんでお伝えしておきます。まあ、それを差し引いてもね、これはね買ってよかったなって思ってます。生活の快適感が向上した感じですね。スマホやタブレット、あとはパソコンからも気軽に再生した時は、まあこれを使ってね、じっくり音楽と対峙したい時は、まあ面倒くささも楽しみながらアナログレコードで再生という感じで、まあこの二刀流でしばらくは楽しんでいきたいなと思います。まあ多分ですが、データの再生はねこれで上がりだと思います。まあ、思った以上に良かったんで。というわけでこれ個人的にもおすすめできる商品だなと思いましたので、今回動画にしてみました。また面白いことがあれば動画にしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。動画の方最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。